ティム・マタブジュは、ユーゴスラビア・シェンペテル・ブロトイバシ・シェンペテル・プリゴリツイ、出身のサッカー選手。あるはフダ・アブダビ女族。ポジションはフォワード。母国での経歴6歳の時に ND ・ビリエでサッカーを、始めた。2004年に ND ・ゴリツァの下部組織に移り、2006から07シーズンにトップチームに昇格すると、 同シーズンは1、SNL で30試合に出場して11得点を上げ、リーグ優勝に貢献した。FC フロー人間2007年8月30日、18歳のまた無事は、オランダエールディビジの FC フロー人間と5年契約を交わした。同年9月26日、KNVB カップのアイセルメールフォーヘルス戦では4得点を上げた。2008年、 エールステリビジの FC エメンにレンタル移籍した。FC フロー人間ンン復帰後の2009年3月13日、ローダ JC 戦でエールディビジ初得点を挙げた。2010年2月24日、FC フロー人間ンンとの契約を2013年まで延長した。2009から10シーズンにはチームトップの13得点を記録した。2011年2月6日、 ビレム通戦でエールディビジ初のハットトリックを達成した。2010から11シーズンも15得点を挙げた。PSV アイントホーフェン2011年8月31日、PSV アイントホーフェンと5年契約を交わした。FC アウクスブルク2014年7月4日、ブンデスリーガの FC アウクスブルクに2019年夏までの契約で加入した。2016年2月1日、 セリエ A のジェノア CFC に期限付き移籍することが発表された。2016から17シーズンは、スバイテリーガーに降格した 1FC ニュルンベルクでプレーすることが発表された。フィテッセに2017年6月29日、フィテッセに3年契約で移籍した。あるアフダ2020年6月19日、あるアフダアブナビに2年契約で移籍した。2009年に、 スロベニア代表デビュー。2010年には2010フィーファワールドカップのメンバーに選出され、グループリーグ第3戦のイングランド戦に途中出場した。同年10月9日、ユーロ2012予選のフェロー初当選で代表初得点を挙げた。さらに2点を加えてハットトリックを達成し、スロベニア代表史上最年少のハットトリック達成者となった。英語とイタリア語。 オランダ語が堪能である。マタブジュと同じくスロベニア代表のエティエン・ベリコニアはいとこである。マタブジュとベリコニアの二人は幼少時代にバルデル・ビルサと友人であった。スコアランと結果欄にはスロベニアの得点を先に示してある。ありがとうございます。